ほら、ちゃんと見えるよ。本当だ、いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。とりあえずここに入れちゃうよ。うん。ここでいいじゃんね。ここいい、ここでいい。ね、いい、すごくいい、うん。後ろ行かないですね、今日。そうだよね。車いないもん。うん。入れないから。そうだよ。ここがいい、ここがいい。はい、こんにちは。こんにちは。チャンネルイノバです。いつもご視聴ありがとうございます。はい。今回のキャンプ場に到着いたしました。はい。こちらどこでしょうか。こちら。静岡県富士宮市にあります朝霧キャンプベースソライナさんです。はい、出来たての、はい、トヨタさんが確か運営する、そうですね、綺麗なキャンプ場さんです。すごい綺麗ね。今日ね、どっぷりサイトってとこで僕らやるんですけど、はい、こんなに広いサイトなのに今日は4組しかいないそうです。この広い空間に今日ね4組だけらしいです。しかも、はい、残りの3組の方向こうのエリア行ってしまってこっちの私たちだけで、そう、道挟んだこっちのエリア僕らだけになりました。ありがとうございます。でね、富士山もドーンと見えるんですよ、こうやって、うん、肉眼だとね、これぐらいの大きさに見えますよ。このぐらいかな、こんな感じで見えます。こんな素晴らしいキャンプ場で、はい、これから1泊2日でキャンプやっていきたいと思います。はい、森キャンプ公平君になってるよね。ちょっと普通映っちゃった。やっていきたいと思います。それでは今回のキャンプもやめてやめてやめて、絶対言われるから。そうか、また怒られる。うん、また怒られる。はい、というわけでございましてね、はい、こんな綺麗なキャンプ場さんから一泊二日の予定でキャンプやっていきたいと思います。はい、それでは今回のキャンプも安全に安全に。こうか。向き。多分これが、そうそうそう。こんな感じ。そうだね。うん。すげえ打ちやすい。どっかで大変な思いしたからね。本当だよね。はい、出ました。刺さらない。すげえ岩盤。結構刺さんないよ。いや、本当に入んないんだよ。石だらけでさ、これで疲弊するよね。入りません。疲労困憊がない？ないね。これはペグ打ちで疲弊することはない。ないんだ。程よく入っていく。そう、程よい硬さで。すげえ綺麗じゃね。本当だ。これがこうね。そうそうそう。立ち上げます。はい、お願いします。はい、よいしょ、入った。よいしょ、ストップ。ちょっと待って待って、よいしょ。うん、ハウじゃないよ。うん？なの？もう蹴りがないから。一応パタパタしてる。一応な。一応な。全然やな。いいよ別に。ふもとっぱらは地面寒かったけどさ、ここ全然だね。あったかいね。あったかい。ふかふかしてるもんね。うん、やっぱ芝生あったかいんだね、うん、もうさ、足ついてるだけでも寒かったもんね。寒かった寒かった。なんかもう下から底冷えするんだよ。あ、そうそうそう、ザ底冷えって感じだよね。そう、本当にコンクリートの上みたいなさ。あなたの家か、もとっぱらかぐらい、うん、うちの実家もすげえけどさなんか知んないけど底冷えがね、うん。前回の教訓を生かして、はい、ここだから。ここギリで。もう少し後ろ。お、すごいね。いい感じだね。どうやらですね、この煙突の部分をなるべくこの幕内に残すというのがセオリーらしくてですね。我々前回向こうに寄せた側がためにこれぐらいしか入ってなかったんだよね。そうね。もうこの辺も幕内に入れようということ。それによってなんかね、ここが一番熱いんだって、うん、で、上がっていくうちに温度下がっていくじゃん、うん、膜をこういうところで、この辺でやっちゃうとこのね、ファスナーが溶けるんだって。でね、ファスナーの方が温度に弱いんだって。こっちの方がまだ平気なんだって、うん、
そんなことを前に言ってた、うん、ちょっとレイアウト重視でこの間は考えちゃったから、うん、向こうに寄せちゃったけど、今回はこんな感じでやってみようかなと思います、はい、一回置いてみる寝床。あ、寝床広げる？先にちょっと寝床やってみようか、うん、じゃあタッチ、はい、うちの宝物だからさ、これこうやって代わりばんこで抱っこしてるんですよ。進むはね、時間かかる。抱っこしてるんですよ、うちの宝物。かわいいでちゅね。よいしょ。あれ、宝物置いて帰ったの？うん。口先だけだな。せーの。よっ。OK。はい、OK。じゃこれで。うん。薪そこに置けばいいね。うん、薪ちょうどそこ、ね、これのところに置くと思う。あとそっちはもうさ、いらない荷物置けば。そうだね、そこはね、うん、物置だね、うん、ということで、よし、そうしよう。ジェルちゃんごめんね。げ、届かねえ。行こう。ゆうちゃん、お水飲む？お水より飯よこせって。あ、ご飯食べてないんだっけ。うん、あ、そっかそっか。じゃあ持ってくるわ、うん、食べる？うん、お座りで。はい、いただき、いただきます。どうぞ。食べた？はい、ちょっと待って。さ、設営が完了いたしました。テント内からの景色はこちらです。何飲むの？ビール。ビール、あ、ビールあれください、いただいた。これノンアル飲むよ。これアサヒスーパードライ。ママはこれお酒、はい、モルツがあるから。はい、現在の時刻、はい、14時46分です。はい、今日実はですね、ここ来るときに、はい、あのセブンイレブンに寄ったら、あの視聴者さんにセブンイレブンでお会いしたんで、レジで声かけていただいて、はい、なんか今日はね、その視聴者さんは、公安の方でキャンプしてるらしくて、はい、偶然だったね、うん、そうだね。でこれをいただきました。いただきました。多分すぐ買ってくださったんだと思うんですけど、はい、申し訳なかったです。ママは、ね、プレミアムモルツで、私はアサヒスーパードライ。ノンアルです。ノンアルです、はい、ちゃんとノンアルを買ってきてくださった。ありがとうございます。ありがとうございます。私飲めませんので、下戸でございます。それでは、はい、それでは朝霧キャンプベースソライドに乾杯。乾杯。うお、すげえ、ビールだ。ビール、何、いいビール。ちょっとこれ飲んでみて。アサヒスーパードライ。あ、これはでもまずくない。うん、私スーパードライ昔ずっと飲んでたけど、うん、これなら大丈夫かも。アサヒのスーパードライすごいね。真夏のね、暑い時にね、うん、どうしても飲みたい時でも、ちょっと早いなっていう時間帯だったら、それ飲んでもまあいいかも、うんうん、よし、ちょっとお菓子をつまみましょうか。お菓子をつまみましょうか。気持ち悪いな、やってくれる。どうぞ。ありがとうございます。あ、ルーちゃんもね、もらったんですよ、実は。あ、そう、ルーちゃんも元っ腹でもね、元っ腹でいただいたもんね、はい、ね、ふわふわ満足すなぎも、すなぎも、つなぎものをスライスしてあるやつ、薄く、うん、開けます。ありがとうございます。ありがとうございます。るーちゃん、ほら、もらってきな、ママ向こうから。こんなにさ、うん、ルーマシグラ、ほんとにいいね。ルー、よかったね。ちゃんとありがとうございますしてね。ペロッと食べちゃう。じゃあ、おいしいんだよ。よかったね。おお、もうおしまいだよ、おしまい。はい、るーちゃん、はい、ありがとうございました。美味しかったです。明日って。現在の気温、いきます。お願いします。外気温 5.6 度。内気 8.6 度です。ここも散布なんのかな、本当からみたいに。多分。すごい煙が。すごいよ、今。
上。うん。もく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 いっぱい出てるよ。この間の時そうだった。本当はなんかこの辺にも煙突ガードつけとけばいいのか。人が触っても平気なように。うん、こうやって触ることはなくてもさ。子供いないもん。これ硬いね。うん、いやこれママやったら爪割れるよ。これやっちゃいけないやつ。なんか指切りそうだもんこれ。カーテンとかでやった方がいいよプリングスが。なんでそんな硬い？わかんない。あのカップラーメンをさ、こうやって食べる人いるじゃん。俺だ。あれ嫌なんだよね。俺。え、そうなの？うん。あれね、でも俺はね、俺も嫌だったんで最初、うん。全部取らないと嫌なの。うん。でもゴミの時に二分割されちゃうじゃん。つけとけば一回で捨てられるじゃん。いや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 。いや、ちょっともう一回、もう一回持って。だからそうやってるの自分に取ったのあんたでしょ。だから向こう、うん、おかぱいいね。おかぱいいね。うん、やっぱこうおかぱいいっすね。なんだよ、うん、で、今回はこたつはやめました。アイアンテーブルをテーブルで使ってます。で、あと保険のストーブで、ギアミッションを入れてきたストーブバッグはこのままご覧のようにゴミ箱になってます。で、DOD のカンガルーテント、これあったかいね。うん、高い。この中があったかいから冬すごくいいですねこれ。で、うちが使ってるストーブはスームルームの KK ストーブの方ですね。で、今ね、ここ乗っかってるウォータータンクはウィンナーウェルのやつです。ちょうどね、同じような幅なのでぴったり合います。これ KK ストーブの煙突だとちょっとうちの天幕には短いので、ウィンナーベル用の煙突を3本買い足して延長してます。で、ダンパーがこのストーブついてないんですね。で、別売りはしてるんですけど、なんか売り切れで全然買えなかったので、これはね、 G ストーブ用のショートダンパーをつけてます。はい。で、うち新兵器を導入しました。こちらです。じゃじゃーん。1個出しますね。よいしょ。これですね。熊よけスプレーです。もう冬なので、いらないかなと思うんですけど。冬眠しないらしいよ。ね、冬眠しない熊もいるとか、いろいろ聞いてるので、で、まあこれを買おうと思ったきっかけは、ナスで熊が出たっていう、なんかニュースを見て、うちらは結構ナスの方行くんで、あれちょっと怖いなと思って、うん、でね、今回買いました。で、一応ね、僕用とママ用と2本買いました。で、これはヒグマには使えません。北海道とかの方はちょっとおすすめしません。ただね、人に使えるんですよこれ、実は。人間にも。で、もうね、名前がここに書いてあるようにポリスマグナムです。ほら、警官が催涙スプレーとして使ってるようなやつです。うん。で、まあ月のワグマにも効くと。なのでこれを買いました。まあこっちのね、関東の方はヒグマいないので、まあ、これでいいかなと思って。で、逆にこれなんていうんですかね、最近物騒じゃないですか。もう家でもうちらこれ枕元に置いてあります。何があるか分かんないので、なんか外国人に押し入れられたとか、うん、5人組とかで来られちゃうと結構来るあるんだよね。さすがにどうにもならないので、うん、もうご信用としてもこれだったら使えるので買いました。あのヒグマ用を使っちゃうとそれこそ失明とかになっちゃって、うん、逆にねこっちが、まあ、悪くなっちゃったりするので、考えると、まあ、すごく使い道が広いのでこれをねうちは買いました。で、一応ね YouTube で実際にこれをプシューってやってる動画とかも見て買ったんですけど、大体ね射程距離はまあ5メートルぐらい。5メートルもあるの？うん、しかも無風でね。で、風の影響めちゃめちゃ受けるから、まあね、ちょっとでも風があると半分ぐらいになっちゃう。それでも 2.5。 そうだね、うん、でもね、あれだよ、5メートルって意外と
近くて、車1台分弱だからさ。そうかそうか、うん、車がだいたい 4.5 メートルとかだから。そうだね、まあ断然マージンとっても車1台分の距離で当たるか当たらないかぐらいの距離だから、まあ、そういう考えで使った方がいいと思います。風があるともう全く5メートルも届かない、うん、みんな流されていっちゃうから風上で使うのが一番いいんだけど、そんなのできないじゃん。ねえ、ちょっと待って、風上行くからってわけいかないしね、うん、だからヒグマ用はもう本当にあの消火器みたいなでかいやつ、うん、ちゃんとヒグマ用のが売ってるからそっちを使ってください。それだとね、10メートルぐらい飛ぶ。それでも風があると5メートルぐらいになっちゃうから、うん、あれなんだけど、まあ、ヒグマの人はねちょっとこんなちっちゃいのじゃなくて持ち歩きに不便だなと思ったとしても命には変えられないから、うん、あのちゃんとヒグマ用の本当にねこんなようなのです。このぐらいのなんか消火器用のちょっとちっちゃい版みたいな。でね、噴射時間も違って、これはね5秒ぐらいでなくなります。1個は？そう、5秒ぐらい1回で終わり、うん、あ、それそうだよ。でビビってシューとかやっちゃうと、うん、もうほんと目の前の敵になくなっちゃうみたいな。そうだよね。そうだから本当にね、なんていうんだろう、シューシューで終わる、うん、だから2回だと思った方がいい。だから、ね、やばい怖いっつってシューなんてやってると、いざ目の前に来られちゃった時にもうないっていう。いや、そうだよね。5メートルって言ったらさ、5メートル1回シューってやっただけで5メートル飛ぶんだから、それなりに出ちゃうってことだもんね。まあそうだよね、うん、とりあえず、まあ、この辺はね月のワグマしかいないので、これでまあなんとかなるかなと思って買いました。あと人にも使えるので、うん、でこれ1本6000円ぐらいです。あ、有効期限はね2028年まで5年ぐらい、もうちょっとね持つらしいですけど、まあ大体5年ちょっとぐらい。うちが買ったこの5900円のこれ1本は本当ねこれだけなんですよ。このスプレー缶だけで、こういうホルスター付きっていうのがあるんですね。そうするともうちょっと高いんですけど、うちはねこれワンティグリスのこれね、あの懐中電灯入れるやつなんですよ。実はベルトのとこにつけられるやつで、ここでこれボタンになってます。こうやってで、ここにマグライトを入れて、まあこうやって持ち歩くってやつ、それをこれ用に買いました。これをこうやって入れといて、まあ普段ちょっと怖いなと思ったら腰に下げとくとか常備しとくといいんじゃないでしょうか。こんな感じで、奥深い山の時はやった方がいいね。うん、ね、まあ手の届く範囲にあった方がいいのかなと思いますね、うん、使い方はもうこれ取ってシューッとやるだけです。これが安全装置になってます。こんなの買いました。あとクマの動き、いきなり突っ込んでくるんじゃなくて、突っ込んでくるんだけど2メーター3メーター手前で U ターンするんだって。クマってこう襲ってくるふりしてバーって走ってくるんだけど、その 2,3 メーター手前でこう横にヒューって避けてくるんだって。それでビビって後ろ向いたりするとそのまま来るらしい。こいつ弱いのかな弱くないのかなっていうのをそれで判断するんだって。だからそういう時に後ろ振り向いて走っていったりすると、あ、こいつ弱いやつだって言ってやりに来るっていうか ら、 だから絶対に背向けないで、とにかくこう向き合って、うん、でほらアメリカ軍のクマとのこう会っちゃった時の訓練はやっぱりこう、わーそう、うわーって両手を広げてうわーってやると、まあクマを襲ってね威嚇するっていう。まあでも人によってはね、それをやると刺激して襲ってくるかもしれないっていうけど、うん、やるかやらないかっていうのはそれはもう人それぞれ、人のその判断でやればいいと思うけど、うん、もうこっちの存在を認識してるってことじゃん、うん、向かってくるってこと。そうだね。そしたらもうさ、刺激も減ってくるもないと思うの。ないよね。やるしかない。知ってるもんね。そう、やるしかないと思うんだよね。うん、向こうの方歩いてるのにさ、うん、やらないよ。やらないじゃん。こっちを入れとかやらないね。それは余計刺激しちゃう。そうそう、それを刺激すると言うんだけどさ、うん、まあそんな感じで状況に応じていろいろあると思うんですけど、ね、うん、まあクマってね、いきなり突進してくるんじゃなくて、2,3 メーター手前でこう U ターンしたり横にそれたりっていうのを何回かやるそうです。うん、まあちょっとこれうち2個用意しました。もう今冬真っ盛りなので。まあ、でもこの先どうなるか分かんないので、一応念のため、まあ、家でも使えるんで護身用としても使えるので、熊よけスプレー買いました。足痛い、れいちゃん、まあ、足痛い、あ、寒い寒い寒い寝る、
すごい富士山綺麗に見えんだよ。今日も俺の方からは見えない。あ、そう。安定の見えない。安定の。うまっ。幕内 5.5 度です。外は、外は 2.3 度。はい、下がってますね。うん、それ入る？いや、入るでしょ。すごいね、それ。結構薪ストもさ、うん、薪がそのまま入んないっていうかさ、うん、なんとなくパッて買っちゃうと、下手したらキャンプ場で買うところによっては入らないよね。キャンプ場の薪って結構長いよね。うん、長いと思う。昇仙峡は長かったね、あれね。長かった。だって焚き火台も飛び出るよね、うん、あんま長すぎるとね、うん、結構ね、それがストレスで、うちは薪グリルに変えたんですよ、うん、薪が、まあ、焚き火台から飛び出てるのが嫌で。何気に今日あれだもんね、電動ジグソー持ってきてるもんね、うん、またやらなきゃいけないと辛いから。そう、ノコギリギコギコはちょっと勘弁してもらいたいから、電動ジグソー持ってきてます。まあ、あの、マキアネイチャーさん、うん、やっぱりその辺分かってるから。そうだ ね、30センチで揃えてるって言ってたもんね、うんうんうん、すげえ助かるよ。本当だよね。うん、マキストやる人にとっては助かるかもしれない、うん、安いしね、500円だもんね。え、一巻結構あるよ。この広葉樹500円安いよね。安いよ。これで500円です、広葉樹、うん、安い。なんかいろんな種類あったけど、ね、うちらよく分かんないんで一番安いやつ買ってきました、うん、なんか600円とか700円とかいうのもあったよね、うん、同じぐらいの薪、あの 量でね。でもなんかちゃんとさ、話聞いてくれてさ、いろいろ教えてくれるよね。ね、教えてくれるんだけど、それでもうちらよく分かんないから、うんうん、安いのでいいですかね。500円のでいいですかね。静かになった、うん、あったかいもんか、うん、だってパパのところにいてあったかいんだもん。無敵だよ、リュウは。今最高の状態で、最高に幸せな状態。自分で言うんだ。ん？自分で言うんだ、うん。それでは、はい、だいぶいい時間になってまいりましたので、はい、何時今？15時53分でございます。いい時間ですね。あ、15時じゃない。17時。臨火事の時間ですね。はい。これからじゃあ、ご飯を作っていきたいと思います。はい。よろしくお願いします。お願いします。というわけでね、今日、薪ストーブがあるので、ニンニクバターをやっていきたいと思います。これで、薪ストーブの上に乗っけて、ぐちぐちやりたいと思います。はい。青森のニンニク。はい。家庭やろうか。あ、大丈夫。結構立派なニンニクだったけど、これぐらいなんだ。うん。OK？ OK。さあ、こんな感じに出来上がりました。はい、出来上がって。これからやるんだけど。剥いてね、うん、じゃあこれをこの、まだまだまだ、もうちょっと入れたいよね。もうちょっといく？もうちょっとね。じゃあ追いバター、はい、はい。じゃあこれをこのまんま薪ストーブの上に置いていきます、うん、はい。よいしょ。よし。今外マイナス 1.8 度、中は 7.6 度です。で、今日はですね、ギアミッションつけておりません。はい。保険で持ってきてるギアミッション。つけてなくても、まあなんとか、入れるのにはわけがございまして、うん。さっきね、ちょっとやっぱ寒かったので、春北海道を背中に2枚貼りました。うん。全然違う。うん。肩甲骨と肩甲骨の間と腰のところ2枚。はい。貼ったんですけど、あったかい。めちゃめちゃあったかいね。なんでそんなあったかいのってぐらいあったかい。うん、すごい。ルーちゃんも貼ったんだよね。ルーも貼ってあります。ね。はい。もうありがとうございます。じゃあ二度目の、もうパパ一本飲んじゃった。うん、飲んじゃいましたよ。ビール飲んだんだよ。ね、朝。スーパー。さあ今日はですね、久しぶりに。
ちょっと分厚いお肉を買ってきました。はい、オーストラリアのプライムビーフ。プライムビーフ、うん、ではとりあえず脂身のところいって、これはね多分お正月の残りだと思うの。あ、そういうことか。だから安かったんだと思うの。はい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 。全然 OK じゃん。全然 OK です、うん、2枚ね入っててね。そう、2枚入ってて、1枚はね、ジェナ君が昨日食べました。そう、1枚あげ昨日じゃない、一昨日だ。夕飯に出してあげました、うん、で、もう1枚は持ってきました。え、牛タンなんて買ってきたの？マジか、食べきれるかな。俺が食べるぜ。俺は肉を食べるぜ。いいね、焼肉。切ってから焼く？厚切りだから。一回焼いてから落として切る？それとも。いや、切って焼く。おのおの好きな焼き加減。おの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 好きな焼き加減でやりましょうか。そうしようか。その方がいいよね。ね。もう、まあ、薄くね。うんうんうん。これぐらい？うん。もうちょっと厚くてもいいぐらい。うん。2センチぐらい。せっかくだから。で、ここを落とす。そこでやっちゃう？牛脂の代わりに。あ、そうだね。うん、落として。いいんじゃない？ね、いい感じよね。もう多分これ牛タンいけると思うよ。ね。これね、まあまあ火がね、こっちの方が弱いから。あ、そうなんだ。こっちの方が。行くよ。いいよ。いいんじゃない、これ。もういいんじゃない、食べな。もういいよこれ。こっちはね、火が強いの。ここあの煙突に近づけば近づくほど強いんだ、うん、いただきます。はい、ピッチャーそじいちゃダメだよ。うん、うん、うま、焼肉っていいな。どうする、肉にする？肉いきましょうよ。交互にいきましょう、うん、あ、焦げた。焦げた、うん、オイルバターする？もうちょっと入れるか、うん、鉄板の上に落ちる。結構火強いで、そこ。お肉がビートを刻んでるよ、ほら懐かしいねこんな感じで。いいですね。では、山わさびでいただかせていただきます。お先に失礼いたします。どうぞどうぞ。うん、どうすか。マユマユマユいただきました。うーん、おいしい、おいしい、うん、いいね。匂い全く気にならないじゃん。気にならない。しかもバンドック真っ黒にならないし。そうなんだよねそこなんだよね、うん、うわ、いい感じじゃん、うん、いいよやべえやつだこれこれやべえやつだ。美味しいね、匂いが美味しい。もう匂いが美味しい。